はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、権現です。それではファンタシースター2、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、このシュレーンの塔までやってきまして、ならず者をね、発見したんですけれども、ご覧の通りね、バイオモンスターにやられていたというね、そんな状況になりまして、で、あと、アイテムでですね、この脅迫状ですね、これを見つけたんですけれども、ダラムはね、娘さんが、誘拐されていたので、いやいやね、悪いことをしていたというね、そういう事実が分かったところで、前回は終了したわけなんですけれども、この後ね、普通にダンジョンを出れば、クリアになるわけではなく、ならず者たちがね、集めていた、大事なものをですね、これを見つけてこないと、この先進むことができないので、とりあえずね、このダンジョンの続きを、今回やっていこうかなと思ってるわけなんですが、このマスターフェンサー結構前回ね、強かったんですよね。普通に戦った方がいいかな。ルドガーで3ポイントダメージ食らっちゃいますね。この戦闘終わったら輸出回復しましょう。ちょっと危ない。じゃあネイのレスタ使いますか。初めてのダンジョンにしてはね、結構複雑ですし、一筋縄ではね、クリアができないという、そういう状況なんですが、一回ダンジョンから出て、一からアイテムを集めた方がいいのか、このまんま4階からね、下に下がっていった方がいいのか、どっちの方が早いのかちょっと分かんないですけれども、とりあえず、今来た道を引き返しましょう。今来た道というか前回来た道ですね。いわゆる連続撮りでね、撮影をしてるんですが、だいたい私の場合は土日とかね、休みの日を使って撮影してるんですけれども、だいたい2回か3回ぐらいをねまとめて、普段撮影しちゃってるんですが、そんな話はどうでもいいとして、戦闘。単体ですね。グループにはなってないのかな、この敵は。ちょっとルドガのショットガンが不発っぽいですね。階段。この組み合わせはちょっと怖いな。ここはやっぱり勇士のザンを使った方がいいかな。ザンをマスターフェンサーの方に使いましょう。これで倒せるかな。40ポイントのダメージでも倒せない。なかなか強い。しょうがないか。2連発はもったいないので、普通に攻撃かな。ネイがミスってる。だいたい 4,5 ポイントダメージ食らっちゃいますね。ちょっとアイテム使った方がいいかな。でもモノメイトがもうないんですね。この階段というかシュートかなで降りられないし、頑張れ。よし。ルドガーレベルアップ。ルドガーはテクニックがね使えないんで、
まあ、テクニックポイントが増えることはないんですが、とりあえずずっと戻っていく感じかな。前回もちょこっとお話ししたかもしれないんですけれども、結構ねこのゲームはダンジョンがまあ複雑というかまあ長いんでね、まあ今回みたいにまあ2回か3回ぐらいに分けてまあ1つのダンジョンをね今後攻略していくことになると思うんですけれども、なかなか大変ですね。バスカバーとキャリア、ネイでも一撃では無理か。でルドガーのショットガンを当てても倒せない。よし、右の方かな。で確かこっちに階段というかシュートがあったはず。あったあった。うん、まあ、とりあえず一体。あ、これはグループに分かれてます。ん？グループになってますね。よし。まあ、下の階に降りれば多分敵も弱くなると思うんですが、まあ、前回ね鍵がかかっていたコンテナをまあ開けていくわけなんですけれども、小さな鍵使う。これで取れるかな。あ、150円、まあ、これは重要なアイテムではないんですが、まあ、ならず者たちにとっては大金なんでしょう。まあでも5万メセタなんか持ってこいとか言ってましたね。まあ、ちなみにユイスが装備してるソードが1200メセタなんで、まあ、それの約50倍ぐらいなんで、まあ、結構5万メセタって言ったら大金ですよね。これはまあ普通に戦って大丈夫かな。うん、バイテンガンとは一撃。よし。結構ダメージの振り幅もでかいんですよね。鍵。あ、モノメイト。モノメイトもまあ、重要なアイテムではないですね。まあ、こんな感じで、まあ、さっきというか前回ね、開けられなかったコンテナを開けていくわけなんですが。アームドアントも何気に強いな。アイテム、モノメイトが一つ、ネイのヒットポイントじゃないテクニックポイントがちょっと少ないですが、まあ、ちょっとここはルドガーを回復して、まあ、ユーシとネイはもうちょい頑張ってもらえますか。キャリアとグラスキラー。あ、ミス。結構やっぱりミスが多いですね。これでいけるかな。あのコンテナはもう回収してありますけれども、これ、これ上か。
下に降りたいんですよね。あった。いっぱいいますね。あとは優秀だ。バシッと切ってくれれば OK だと思ったんですが、メイが2回ともミスりましたね。この階段はアイテムあるかな。あったあった。まず、鍵、あ、ダイナマイト、これですね。重要なアイテム、ダイナマイト。もう一個ね、取ってこないといけないんですよね。まあ、初めてやったときは、アイテムとかをね、回収しないで、まあ、先に進んじゃったことがあったんで、あれ、これどうやって先に行くんだなんてね、なんか、迷った記憶がありますね。ちょっと優秀が暗いすぎかな。あ、でももうちょい頑張ってもらうしかないかな。そしたらば、右の方も行かないとダメかな。これは、まずは鍵、あ、ダイナマイト、これでダイナマイト2つ手に入ったかな。うん、これで OK ですね。よし、じゃああとは帰りますか。他は特に重要なアイテムとかはなかったと思いますので、うん、まあ出ましょうかね。あ、なんかアイテムありますね。あ、でも取ってますね。もうとりあえずこんなもんかな。アイテムは回収してあるっぽいので、じゃあ出ましょう。ヒーナスの方かな。それで、まあ一回アリマーヤに戻ってみましょうか。うん、まあ地上の敵は普通に戦っても大丈夫でしょう。で、さっきの脅迫状に書いてあった、二度の塔というのは、この右の方に見えるね、橋を、まあ、渡った先にあるわけなんですが、まあ、今回はちょっといけないですね。確か、リューカーとかで戻ったら、パセオに戻っちゃうと思うので、まあ一回歩いてアリマーヤ帰りましょうか。いっぱい敵がいるな。いっぱい敵がいるというか、エンカウントが妙に高いな。よし。あ、でも特にセリフも変わってないかな。まあでもやっぱりイベント一つ終えたら、その町に戻って人の話を聞くっていうのがね、まあ私結構好きなんで、まあ大体ね、こんなプレイを普段もやってるんですけれども、セリフ変わってなければスタート飛ばしちゃいましょうか。うん、シュレーンの建物の中だよーと。で、2つのダイナマイトを、取り戻しましたと。そうですね、娘さん誘拐されてましたからね。うん、ティムがさらわれたから
悪いことをしていたと。特に町の人のセリフ変わってないですね。鍵をかけたコンテナの荷物も回収しましたと。なるほど、特にセリフ変わってなかったんで、龍華使えるかな。龍華は8ポイント使っちゃいますね。まあ、ということで、パセオに戻ってきましたので、まあ、とりあえず今回は、まあ、またパセオで、セーブして終了しましょうかね。あ、そういえばセントラルタワーの情報を教えてくれるとまあ、システムレコーダーを取るためにバイオシステムへ行かなくちゃいけないと。まあ、新しい街とかにも行ってないので、まあ、自宅に戻っても仲間は増えませんよね。では、まあ、セーブして今回は終了しましょうか。まあ、ちょっとね、なんか中途半端な感じになっちゃいましたけれども、まあ、しょうがないですね。あと617、423、122、もうちょいですね、ネイは。では、3番にセーブ。これで OK かな。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは権現でした。